しい労働は信仰と目つけたり、クリサイアの修行無常、蘇る性的主導、最初の名はヴィンセント、サムライビゴゾン、強い皆様にお話しするのはあろう、サムライの恋物語、いざまよ。物のフォーツ、ドア、信頼のよう、一人の若侍がいた。敵を睨む瞳の、そして目たさはまるで夜空のごとし。しかし、侍、とて人間、ある日、なぐみ、ひとめぐれ、なんと敵の一族の遊びに触れてしまったのだ。ああ、禁じられた。侍は解放した。恋する心はやめられない、生まれない。離婚さで彼女を見るため、胸がキュン。再びあなたは、一般さんの場たがりに刀を持っていこうかいが、切りたくない、切りたくない。侍の悲しきさが刀を抜いた。彼女は侍は来てしまった。彼女の泣き殻を抱きながら侍は泣いた。そして侍は自害を遂げた。来世で再び会うことを願い。ながら何と読むぞ。ご理解する修行無常、ミカエル聖的衣装の最初の話は以上でござる。